はい、ということで皆さんこんにちは、トランペットです。ここは福井鉄道の福井駅停留所でございますが、今回は福井鉄道の F10 型レトラムに乗車をしていきたいと思います。さて F10 型のレトラムというのはですね、今ご覧いただいている車両なんですが、レトラムはドイツのシュトットガルト市内に路線網を有するシュトットガルト市電で実際に使用されていた古い路面電車です。1965年にドイツで生まれまして、ドイツで過ごした後1990年に日本の四国高知へ移住、その後現在の福井県に移動してきまして、福井の街並みにすっかり溶け込んではいるのですが、不定期で活躍することになっております。2023年の春は4月22日から6月4日の週末限定で運行されることになります。これは真夏や真冬はエアコンがこちらレトラムに搭載されていないということで、熱中症や凍傷を防ぐために運行されないということでございます。しかし2024年の春に北陸新幹線が福井敦賀に開業しますので、2023年度から通年運行に向けた改修工事が始まります。レトロさを売りにしたドイツ生まれの路面電車の様子をぜひお楽しみいただければと思います。さて最新鋭フクラムライナーの隣に、レトラムがやってまいりました。こちらの年齢差はなんと57年差となります。黄色、白、黒の塗装が特徴的で、見てもすぐわかるレトロなデザイン、雰囲気が目を引きます。前面には臨時福鉄レトラム号と書かれております。車内は赤色のモケットが特徴的なボックスシートが大半を占めております。そしてもうバリアフリーのね、対応車両じゃないんですが、車椅子のスペースもですね設けられております。そして車内ですね、クーラーがないという先ほど言ったんですが、扇風機がついております。5月6月の運行時は熱中症に注意する必要があります。吊り革も輪っかがありません。車内の窓の上や天井付近にはドイツ語の言葉がですねつらつらつらとね貼られておりまして、こちらの言葉の意味がですねこう括弧書きで日本語でね書いてありまして、ドイツにゆかりのある車両なんだなというふうにね感じます。そして、言葉の意味だけではなくて、ドイツのこちら鉄道の路線図でしょうか、こちらも掲示されておりますので、ドイツ出身車両ということを猛アピールしております。こちらレトラム号の経歴ですが、1965年にドイツで生まれドイツで育った後、1990年に高知の土佐電気鉄道で第二の活躍を経た後、そして2014年に現在の福井鉄道に移籍しました。移籍にあたっては京王重機整備で改造されております。さて皆さんお分かりでしょうか、福井鉄道は全ての定期列車がワンマン運転となっておりますので、福井鉄道の列車で車掌さんが乗務するというのは大変珍しくなっております。これはレトラムにワンマン運行設備がないということでございます。福井駅の停留所からですね、田原町行きの区間運行の便に乗ったのですが、この便なんと貸し切り状態で堪能することができました。ドイツの車両貸し切り状態でございます。福井駅前の通りをですね、ドイツ製の車両がゆっくり走る光景も福井ではもう見慣れた光景になってきたのかなと思います。さてワンマン運転ではありませんので、車掌さんがドア扱いを行います。路面電車で車掌さんが乗務する例は広島電鉄や熊本市交通局があります。
ドアは中央に1箇所のみ設けられておりまして、外側に開閉するものでございます。ドアステップは自動では出てきませんので、係員さんが手作業で行います。膨らむライナーとすれ違いまして、2023年現在の福井鉄道現役車両の最古参と最新鋭がすれ違いました。さて、臨時急行のレトラム号、福井駅の停留場から田原町駅間の区間運行は貸し切り状態で堪能することができました。田原町駅に到着です。この後一旦降りた後、折り返しの田原町駅発竹富新行きのですね、便に乗車をいたしました。急行停車駅と同じということで、普通停車駅同士でレトラムに乗車することは不可能です。途中の福井駅停留場では30分程度の時間調整の停車がありました。時間調整の長時間停車というのはですね、竹富新から田原町に向かう午前中の第1便で、途中の赤十字前駅で11分程度の時間調整の停車がありました。時間調整の停車を利用して写真撮影をすることも可能でした。さて、いよいよですね、北陸新幹線が福井県にやってまいります。大変古い車両ということで、轟音を響かせながら併用軌道を駆け抜けていきます。さて、これまでですね、ほぼほぼ併用軌道を走るシーンを中心にお届けしてまいりましたが、これからは鉄道線に入っていきます。手つき分解点を通過いたしまして、これからは軌道線から鉄道線に入っていきます。急行列車ということや鉄道線というですね、専用軌道を生かしまして速度を上げていきます。ただし路面電車規格になっておりますので、鉄道線区間では縦に横に車体を揺らしながら駆け抜けていきます。通常の時刻表には載っていない臨時列車ということで、定期列車の合間を縫って走っております。急行列車といえども運転停車が発生をいたします。隣にやってきましたのは、元名鉄の揖斐線で活躍していたM770型でございます。福井鉄道では通常の急行列車も走っておりますので、定期急行列車と臨時急行列車が列車交換をすることだってあります。海外から譲渡された路面電車が日本国内で駅を通過し爆走運転するというのはですね、もしかしたら福井だけかもしれません。出番の少なかったレトラムですが、北陸新幹線の通が開業に合わせまして活躍の機会が増える見込みですので、こちらは福井の明るい話題かと思います。車掌さんがですね、乗務しているということで、車内で補充券タイプの乗車券を購入することも可能です。
まもなく北陸新幹線開業前に駅名が変わった竹富新駅に到着です。もともとは越前竹富という、ね、駅名だったんですが、北陸新幹線の駅が越前竹富という駅名になりますので、もともとの駅名だった竹富新にまた戻りました。無事にレトラムは故障することもなく竹富新の駅に到着をいたしました。北陸新幹線敦賀開業により通年運行となる予定で、福井の大切な観光資源として末永く活躍することを願います。現在特急サンダーバードと顔を合わせておりますが、これも見られなくなります。北陸新幹線が福井県まで開業しましたら、ぜひ福井鉄道へ足を運んでみてはいかがでしょうか。それでは最後までのご視聴誠にありがとうございました。